この人ね、俺のアバターと似てるんですよ、この人。黒竜ある意味なんでピンポイントで出るんだってなったしょ。この人さ、行きましょうってこれさ、俺のアバターの声と一緒でさ、なんかこれ似てるんですよ、この人。似てるんですよね。今ちょっとスキル編成を考えてて、多分俺火力はまず出ないと思うんで、まあ、一応その、オノモット、この初期のオノモットはあるんですけど、全体攻撃で。ただ、ちょっとね、パーティー組む前に今、スキル編成を、ちょっとね、スカルリーパー書いてる途中のね、やつなんですけど。これね、かやばくんも書いといた。スカルリーパー号とかさ、攻略情報関係ねえのにさ、SAO 原作者にはスカ様と呼ばれているとかね、意味のねえことまで書く。プロデューソー意味のねえことばっか書いてっから攻略情報より先に意味のねえことから先に書いて超意味ねえ大前提として、6人でやるとしてね、一番スタンダードなのは、レイピアのブレイク担当と直剣のブレイク担当、残り4人がアタッカーっていうパテ編成なのよ。かなりスタンダードな感じっぽい。中にはレイピアと直剣両方一人でやるっていう人もいるけど、まああれは相当難しいから誰でもできる感じじゃないから、普通に直剣とレイピアを分けた方がいい。あ、アクトさんこんばんは。直剣とレイピア持ってる人の共通点が、2枠は盾を使う。ああ、そう、あれですよね。その、一人で全部ブレイクしようとする人は、盾スキルも使ってなんとかやろうとする感じ。あ、いや、例えばレイピアのブレイクが来たらさ、天使アスナとか、あとは、八方崩しがアビリティに入ってる状態でだけど、スパコメとかでいけんのよ。スパコメって、で、スパークル。あ、そう、寿司三昧。寿司三昧。スパコメ、バルコメ。どっちでもいい。そう、これ一発でブレイクできる。レイピが来た時は、それでいいんだけど、ダブレイクが来た時に、ブレイク担当の直剣とレイピアの人が、縦2発分両方、2人とも打つのね。それでブレイクできるよ、だが。なるほど。だから、縦も別に、星4のなんかとかじゃなくていいのよ。星1でいいのよ。あー、なんかストラグルみたいなやつ。そうそう。そういう。発砲崩しさえ入れておけば、2人で4発分入るわけじゃん。あー、そうね。そう。だから、それでブレイクできるの。発砲崩し結構前提な感じ？そう。多分そう。複数人でやればなくてもギリいける。まあ、もし誰も持ってないとかだったら、まあ補助で斧の人が一人ぐらい行った方がいいかもしれないけど、基本はだから、なんだろう、裏とか表とかいらない。俺はそれ使ってる、ディアベル。ヘイト集めやすいって書いてあるね。まあちょうどいいよ、ブレイク担当には。タンクみたいな。そう。これと、まあ俺はたまたま持ってたから、そのユナ。あ、こういった。モーションが早いから。あ、そうなんだ。これ使うんだ。そう。で、あとは、スキルクールタイム待ちが長いっていうのも嫌だから、ディアベル使ってるっていうのもある。なるほどね。なんで、レイピだったら、スイッチ枠が、天使アスナか、バルコメスパコメ、で、ちょっとモーションが遅いから、あんま好きじゃないけど、パワフルパウンド。パワフルパウンド。あ、あれか、突風のやつ？そうそう、餅つきのやつ。そう。あれね。これでいける。で、直剣も似たような感じ。ブレイクゲージ量が多いスキルを上2枚つけて、下2枚は、縦のやつ入れる。俺ね、八方崩しは、配布のキリトしかないんだけど。あ、全然いい。あ、全然いい？全然 OK。まあ、ブレイク担当だったら、全然そうだよな。役割分担してるから、全然。そう。ダメージとか気にしなくていいから。あ、これ、貫突しとくか。あ、別にしなくてもいけるよ。しなくてもいける？だから、俺とかインゴット変えるのめんどくさいから、ブレイク担当やるとき、ダメージ常に1しか出ないから。あー、なるほどね。でもいいのよ、それ。まあ、ブレイクが役割だからね、全然。そう。だから、これだったら、スイッチ枠のキリトは OK なんだけど、覚醒のキリトは、そこを、2枠目を、サンシャインの勇気だっけな、水着のやつ。サンシャイン持ってないな、欲しいんだけどな。きらめくサンシャインってやつ。そう。それ以外だったら、ブレイクゲージ量増加のやつ。何があったっけ？どうしよう、これさ、スカルリーパーのブレイクにおすすめのスキル紹介っていうのもやりたいから、ちょっとこれで見ていきたいなっていうのもあるけど、ちょっとそれやってると今日あれか時間なくなっちゃうか、そこまでやってると。全部。まあでもそんなに数ないと思うよ。ない？ブレイクゲージ量増加ってやつにまず絞られるわけじゃん。あ、それってあれか。これで見ていけばいいのかな。
あ、ロイヤルキリトだ。あ、ロイヤルキリト、あの、アクトさんね。うん。そうそうそう。アクトさんでブレイクできる。そう、これ、これもいい。要は、うん、ダメージパーセンテージとかどうでもいいから、あの、ブレイクゲージ量増加が多いって書いてあるものなら全て、うん。あ、そうなんだ。へぇ、その中でも、出だしが早いやつ。あ、なるほど。モーション短くて出だしが早いやつが一番優秀。あ、じゃあ、これでも全然いいんだね。あ、全然いい、全然いい。へ、それもそうだ。そうなんだ。あ、これもそうなんだ。あ、これそうだったっけ。だからなんか、それがあんま良くないのは、10連撃だから。モーション長いよね。そう、直剣来た後に、うん、もう一回直剣とか来て、うん、わーってなるみたいな。あ、これもそうなんだ。うん、でもそれも長い。あ、そう、あ、マザロザだから。そうそうそう。これも、基本一発で全部いける。これちょっと遅い。あ、でも、ボーパレだから全然。あ、それこれ持ってないから分かんない。あれかな、あの、爆釣り領域キリトと同じじゃね、多分、ボーパレだから。うん、ならあんま良くないかな。多分。最悪、終わりが遅くてもまあいいんだけど、うん、出だしが遅いとしんどい。直剣とレイピアは結構短いのよ、時間が。うん。あとあれ、この前言ってた、そのパーティー募集で火力求むっていう時って、どれくらいの火力かっていうのを、なんか、ちょっと動画でやりたいな、みたいな。あとは、これくらいだよ、みたいな。とか。やっぱさっき、まあ、でも、うん、パテによるからね。そうだよね。いや、だって、円のパテで火力求むって言われたら、俺多分、あの、恐縮なんですが、やっぱそうなっちゃうよね。でも、この前のノラで、同じスタンスで入ってったのよ。うんうんうん。一番出るの俺になったから。ああ。基本的に、この、ブレイク増加量多いがあればいいってことでしょう。そう。つまり。あとは試してみて使いやすいか使いにくいかくらい。で、その情報結構大きいと思うんだよね、俺の中で。その俺、ブレイク増加あればいいんだっていうのがかなり大きかったから、俺の中では。うん。だから、それ。みんな試してるよ、それは。うん。なるほど。アリーパーは八方崩しとコンビだったら、うん。何でもいける。これってどうなの？このブレイクゲージ増加量が多いってやつ。いや、やめた方がいいと思うよ。そうなの？ 8 連撃だから。遅そう。やっぱあれかコメット？ブレイクはできるかもしれないけど、うん、ブレイク中も動いてる。やっぱコメットが早くていいのかな。うん。でもこれブレイクゲージ量増加ついてないじゃん。うん。ついてない。だからなんでか知らんけどブレイクできるけど、うん、でもやっぱ増加量ちょっと低いから、うん、高いやつに比べて。うん。だから発砲崩しが必要。やっぱコメットか。だ全部解説するときついから。うん。レイピアだったら多分バルコメスパコメ。うん。電子アスナかなで、うん、バルコメスパコメは発砲崩しを入れないと一発ではいけない。うん、電子アスナってこれ？これ優秀。これか。うんうん。ただ気をつけなきゃいけないのが、うん、あの、お米ちゃん言っていい？あの時のこと。セシウムなんでも。オッケーオッケー、許可もらったわ。なんか、うん、これバーストが溜まって、たまたま。うんうん、で、バースト打ちまーすって打ったら、うん、その瞬間ブレイク来ちゃって、うん、あのバーストのさ、なんか絵が出るじゃん、うん、イラストが、うん。で、ブワーンとか言って、ちょっと一瞬なんかためみたいなのがあるじゃん。うんうんうん、あれの間にブレイクが来ちゃって、うん、間に合わなくて、うん、あ、やべえ、これ間に合わねえわ、つって、うん、あの直剣の人ぶっ殺したっていう。え？だから、バーストはたまっちゃって、あ、そういうことか。見殺しにした的な。バーストが打たない方がいいよ。バーストだと、その、なんていうの、演出の時間っていうのためみたいな。それも攻略して打たないとまずいって話？そうそうそう。だから、米が、バースト打ちまーすってふざけた声で言ってた。そしたら、進みになって、あ、ごめんこれ間に合わねえわ。で、直剣担当してたギルメンが死ぬっていう。おぉ。へぇ、黒曜の護衛、いいんだね。あ、これコメットだ、ほんとだ。サトミレン、ハロー、WWW。いけるんやないか。コメット大体いけるんだね、じゃあ。うん。俺も全部は把握してない。うん。まあ、一番いいのは天使アスナ。出だし早いし。天使アスナとか、有名なのがそのコメット系と天使アスナっていう感じ。うん。なるほどね。発砲崩しある人は、もうコメットでいっちゃってる。うん、おぉ。発砲崩し、あれだね。配布で持ってない人はなんとかオーダーで狙いたい感じだよね。そうだね。絶対だってこれからの環境あった方がいいじゃん。ブレイク環境だからもう。うん。セシウム1枚で、まあ回せるし、大丈夫やろ。うん。まあね、2枚っていうのは一応保険だから。うん。まああとは、ブレイクの人は、できればだけど、セシウムあと早ぶさできる方がいい。あ、なんか、タゲ取りみたいな？そう。あの、縦でさ、縦傷とかある人はさ、うん、
それでまあなんとかタゲ取ってられるけど、下手な人がやると、うん、通常攻撃を連打してるだけでちょっと外れたりするのよ。あー、そっか。でもハヤブサだとほとんど外れない、うん、なるほど。縦傷ないって人だったらレイピアでも直剣でもハヤブサしてればほとんど外れない、うんうん、あー、やっぱあれだよね、タンクっていうかそういうターゲットタゲ取りするんだったら。俺も前ねカリカリさんがあった時に、前深夜配信してた時に、うん、あの春さんとか来て、あのナーシュ一緒に回ってくれた時もやっぱあの探検でハヤブサやってみてって言われてやったことあって、あのあれ弓のさ、 あのターゲット向いてない時に強いやつあるじゃん、うん、あららら、そうあれ生かすためにあのやってみてって言われてやって、あこういうのあるんだって、 その時に初めて知って。そうそう、タゲ取りって結構ハヤブサできた方がすごくいいんだよねっていう、うん、まあ、できなくてもいけなくはないけど、うん、でその特にスカルリーパーの場合はさ、正面に立って攻撃を入れまくってると止まってくれるんだけど、うん、スキル打ちだけだとまあまあ動くのよ。だからできるだけヒット数を稼ぎたいのってなるとハヤブサが一番いいんだよ。あれだってあれでしょ、そのタゲ取りってさ、そのダメージ量とか全く関係ないんでしょ。だからなんか1しか食らわなくてもいいからずっとやっててっていう感じだったから。そういうこと、そういうこと、うん、火力出す必要ないっていう点でやっぱハヤブサ切りがいい。だからアビリティは発砲崩し以外は回復系とか防御力上げるやつとかそういうの入れときゃいい。なるほど。あでも1枚だけは覚醒入れた方がいいかも。あーそうなんだ。あのスタートの時にさ、スカルリーパーって絶対右斜め上で止まるの。だから入った瞬間ブレイク担当は右斜め上にめちゃくちゃダッシュするのね、その時に覚醒使う、うん、移動スピードが上がる。そう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 、っていうかじゃないと間に合わない。なるほど。まあ、あとでもロードの関係もある。だ俺アタッカーだけどロード早いから、うん、ブレイク担当の人より先に入っちゃうのよ。でタイミングずらすってのもあるけど、それってボイチャとかしながらだからできるわけじゃん。でノラとかで行くとそういうの無理だから。そうだね。なんでそこの合わせるのがむずいから、アタッカーだったら自分から動くよりも先にブレイクを行かせて、うん、でブレイクの人は入った瞬間から右斜め上に超ダッシュ。なるほど。右斜め上に最初来るの？一回入ってみたらわかるよ。一回倒さなくていい。